皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回も一緒に遊ぼうコウペンちゃんやっていきたいと思います。今回はパート4になりますね。前回はエナガちゃんの、鉛筆倒しをやったところで終わったんですよね。今回も、こちらのトーストを食べながらじゃあプレイしていきたいと思います。アデリーさんは特に日差しが強い。きちんと飲み物を飲んでいっぱい遊ぼうぜ。水分補給はとても大事ですね。よし、僕も今お茶を飲みながらやってます。お茶大好きなんでね、いつもお茶飲んでます。本当にいつも飲んでますね。基本なんかジュースよりもお茶の方が好きなので、じゃあね、何しようかな。エナガちゃんとこの前遊んだから、コウペンちゃんとエナガちゃんはここ屋根裏部屋にまとまってる。あー、エナガちゃんのマントだ。コウペンちゃん何をしている。これなんかステッキをこう目で追ってくれるとかってなかったっけ。跳ねてる。お尻痛くないのかな。目で追ってくれないかな。追ってくれないか。ちょっとね、じゃ、今日は、どうしたの？コウペンちゃんのミニゲームがね、おすすめのカフェメニューとして載ってるから、まずはちょっとね、もやもややっつけバトルをやりましょう。何個か前のパートでね、コンピューターの、何色だっけ、緑子誰かにね負けちゃったから、今回はね、くすぐりなしで本気でやっていこうかな。ハイスコア目指して。ロード中、四つ葉が乗ってる。背景もこれよく見たらコウペンちゃんだったんだね。へえ。じゃあ、かわいい。かわいい。シュバババ。ワイレンだね。じゃあ緊張とか全部、かわいい。悩みとかももういらないよね。悩みなんて持たない方がいい。不安もいらない。不安はもう消えるようにね、シュバババをしていきましょう。ストレスもいらないね。ストレスはまあ体にこう知らぬ間に溜まっていっちゃうものだけど、それをストレスと感じないようにしていくのが大切かなって思います。ストレスはね、絶対楽しいことをしていても、辛い時でも、どんな時でもね、溜まっていっちゃうものなんだけど、いや、それをね、やっぱりストレスと、捉えなければ、それはストレスじゃなくなるということで、僕はあまりね、嫌なことがあってもすぐね、なるべくこう切り替えるようにして、もっと他にも楽しいことを考えるようにして、なるべくストレスと感じないような、感じさせないようなね、自分の中でね、ストレスと認識なるべくしないようにしてるんですね。なんか何か語ってたら終わってたゲームが。何を言ってるんでしょうか。え、ちょっと待って、後ろに、え、あれ、こんな風船飛んでましたっけ。え、すごい、こんな演出あったっけ。これはあれかな、特別なそのボーナスが乗るゲームだから、特別に風船が飛んでるのかな。あれ、なんか今まで何回も見てきた景色でもやっぱり見えてない部分っていっぱいあるんですね、こうやって見ると。かわいいな、あんなかわいい風船飛んでたなんて。こういうちっちゃな幸せがね、実は自分の周りにいっぱいあったりしますよね。なんかちょっと今日うるさいですね。よし、セーブ。お、アデリーさん寝てる。ちょっとじゃあ起きてもらって、今度はアデリーさんの、あれ、え、大丈夫、今なんか画面止まったけど、アデリーさんのリサイタルが始まってしまいました。畑行こうと思ったんだけど。かわいい。
ずっと聞いてたくなるけど、畑行きましょう。お疲れさん。何か用か？なんかよ。じゃあね、ミニゲームやらせてください。どんどん遊ぼうじゃねえか。アメリー畑の収穫日和。アメリー畑の収穫日和は、スティックで操作して、お、また UFO コーペンちゃん。かわいい。なんか、こんなになんかすごくレアな気がしてたけど、ここまでの頻度で出てくれるものだっけ？なんかアップデートとかでもしかして出現率が上がったのかな。前回プレイしてた時ってそんなに登場しなかったような気がしたんですけど、どうしようかな。じゃあね、熱いコーペンちゃんでいこう。熱いコーペンちゃんかわいい。これでもなんか熱いコーペンちゃんってもうちょっと赤いよね。これだとなんか いちごなんていうかな、熱いというよりは何か美味しそうだよね。いちごって感じのコーペンちゃんに見えちゃう。じゃあやってみましょう。コーペンちゃんが日焼けして赤くなっちゃったっていう設定かな。おーし、いやー、よく育ったやつを収穫してくれ。はいはい。抜くとき可愛いんだよね。スポット尻餅ついちゃうんだよね。あ、B 連打でダッシュか。で、Y、うん、Y で抜く。OK です。じゃあ、どんどん抜いていきましょう。白熊さんがスタンバってるのが可愛いね。オラ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 。アデリーさんの巻いて。そろそろ水巻きの時間だよ。じゃあ、いっぱいここ抜いて。いいね、ここもじゃあ、いただこうか。ここら辺一体。で、エナガちゃんの、この実ね。これは一つで50ポイントか。へえ。じゃあここら辺抜いて、でここにエナガちゃんの実ができるから、ここら辺をじゃあ自分の縄張りとして。そろそろ水巻きの時間。はいはい。じゃあここスタンバってようか。はいはい、取れました。いいですね。わあ、あ、お、花丸がいっぱい咲いてる。虹もよく見たら可愛い、綺麗だね。いっぱい抜こう。アデリーさん、いや、余裕のクリア。チラ、このチラが可愛い。手伝ってくれてありがとうな。こちらこそ。この株を使って何か作るのかな。株の酢漬けとか。今暑いから食べたいな。とってもすごい。あ、いや、風船はやはり出ているようですね。全然気づかなかったな。コーペンちゃんしか見ないからね、こういう画面って。花丸スタンプをあげるぞ。ありがとう。花丸カード。1、2、3、4、5、6。ね、これまだまだこんなにたくさんあるんですね。うん、ここからはないけど、特別なお話ね。ここまであるからまだまだいっぱい遊べるって思ってるんだけど、なぜかいつの間にか埋まっちゃってるんですよね。不思議だ。楽しい。今時間は、あー、9分ぐらいか。そろそろまたじゃあ時間かな。セーブ中終わったよ。まだ大人さんと白熊さんがいないね。大人さん、大人さんがいないね。どうやったら会えるんだっけ。アデリーさんのミニゲームとコーペンちゃん、エナガちゃん、それぞれ1回ずつはもうやりましたよね。どうやったらフラグが立つんでしょうか。大人さんに会いに行くフラグがちょっといまいちわからないですが、どうしたらいいんだろうな。とにかくまあのんびりと誰かのミニゲームをやってればいいかな。いろりにコーペンちゃん当たってるのかな。あー、これこれ、この双子座とか懐かしい。コーペンちゃんが、嘘、テーブル掃除してくれてる、優しい。このもうあの角の部分しかできないね。真ん中は僕が代わりにやってあげたいな。貸してそれ。あ、しまわれちゃった。布巾貸してくれ、台拭きを。僕が拭くから。
ね、コウペンちゃん。何やってんの？何かな？あ、見れる見れる。じゃあね、今回はこんな感じで終わろうかな。次回はじゃあコウペンちゃんの特別なお話を聞きながら、じゃあ聞くところから始めましょうね。よし、じゃあ今日もね、こんな感じで最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。